特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。ラジオ YouTuber が見てるゆうちゃま、おすすめの YouTube チャンネルを語ろう。どうもゆうちゃまです。というわけで今回はゆうちゃまが見てる YouTube チャンネルを紹介できたらなと思います。いつも特撮とかドラマばっかり見てるわけじゃないよっていうね、そういうところをお見せできたらいいかなと。今は、YouTube 作る側としてやってるんですけど、もともと見る側でしたし、今もそうなんですけど、なんで結構やっぱりいろんなチャンネル見るんですよね。でまずはこうちょっとピックアップさせていただきたいのが、ラジオチャンネルで言うと詐欺谷正明さん、本当ラジオといえば大先輩になるのではないかなと。本当にゆうちゃんはね、もう3分ぐらいでゆるく喋ってるんで、エンタメを中心に語る詐欺谷さんはゆうちゃまも学ぶところたくさんありますね。全部見れてるわけじゃないんですけど、興味持ったトピックスは聞いたりしてますね。個人的なおすすめとしては、トンネルズさんを語ってるラジオ好きですね。特に石橋貴明さん、情熱大陸とか、あのタカチャンネルズ語ってる時の動画はちょっと見てほしいですね。あとはトンネルズとダウンタウンのことも語ってたやつもよかったかな。そして2つ目、YouTube チャンネル、おじきゅう。プリットチャンネルを卒業したメンバー、お団子さん、スケボーさん、しょうちゃんさん、ポロポロさんの4人で結成されてる、バラエティチャンネルなんですけど、もう4人の仲良し感がね、もう映像からもにじみ出てて、もう伝わってくるんですよ。もうそれがたまらなくいいですね。今後もね、ぐんぐん伸びていって、ね、いろんな人に見てほしいなって思うんですけど、こういったチャンネルを見てて、ゆうちゃまって、ラジオなので顔出しはしてないんですけど、顔出しとかできたらこういったね、見てる人に元気与えるような企画とかしたいですね。おじきゅう、ぜひ見てください。最後3つ目、橋田さん。大阪住みの YouTuber さんで、関西圏のグルメ動画をよく上げてるんですけど、こちらショート動画になるんですけど、これもよくゆうちゃま見てますね。食べ物をちぎったりして紹介するのが、橋田さんの特徴で、本当に美味しそうに食べ物紹介するので、気になった方はぜひ、大阪住みのゆうちゃまも見てるのでよかったら見てみてください。以上、おすすめの YouTube チャンネルでした。まだまだあるんですけど、ジャンル分けしていろいろ紹介させていただきました。またね、こういったものを語れたらいいかなと思ってます。それではゆうちゃまでした。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。